拡張スーパーカード打数13、こんだけ回してきたので、早速ね1パック目から配列の方を確認していきましょう。全7セット、はい、じゃあ見ていきましょう。はい、じゃあまず今回ね、もう鬼アツなラインナップだと思うんですけど、ちょっとラインナップもね、僕のね頭から配列の方を見ながら確認していきましょう。で、僕もねもちろんこれ持ち帰ってきてから今からね開けるので、まあこんだけ買ってると。今回ね新規のカードが7、再録が3枚、それから新規のまあヒーローアバターカードが4枚ということの計14枚の全7セットで、1回200円で新規のカード1枚にアバターカードか、もしくは再録のカードが1枚入ってる、1パック200円の全7セットになります。はい、じゃあまず1枚目なんでしょう。1個目、はい、とお、ベジットゼノ、これナンバー1だね、ナンバー1のベジットゼノに、この次がアバターか再録と、はい、アバターになりました。お、かっこいい。アバターとベジットゼノということで、まあ、仕切りがね、に挟まれてると。めちゃくちゃかっこいいね。めちゃくちゃイラストかっこいいと思いますし、表紙のベジットでしたと。はい。で、今回ね、まあ、本当に人気だなと思ったのが、僕はね、閉店間際に、そうだったので、まあ、お店さんにね、電話しましたと。2パック目ね、開けながら話していきます。で、電話したんですけど、ズンと、おっと、こっちかったね、からだと、おー、スーパーイーシンロンゼノーに再録が後ろ来てくれたのかな。はい、熱いね、オーザルベビーの再録でした。再録はね、まあ、あっちをね、今狙ってるということで、新規アバターと再録っていう感じで並べていこうか。で、ちょっと話すと、で、お店の方に、ちょっとね、閉店間際に行けそうなので、スーパーカードですね、13。まだ余ってますか？ちょっとね、閉店間際になりそうなんですけど、っていう風にね、ちょっと聞いてみたんですけど、お客さんすいません。かなりこれ朝から人気で、ちょっとお客さんが閉店間際に来た時に残ってるかどうかわからないです。今、最後の在庫を自販機に入れたばっかりですっていうの言ったんですよね。マジかと。最後のもう在庫、もう在庫だからないってことですよねって確認したら、そうなんですよ、もう在庫はこれで終わってしまいましたっていうことで、最後のね自販機になってたと。ちょっと開けづらいね。最後の在庫になってたっていうことで、今回ねかなり人気だなぁと思います。はい、とバーダック3番ってことだね。バーダックに、はい、アバターカードでした。ベジデのスーパーイシンロンバーダックときたね。まあね、早速もうね、ちょっとサプライとかも一緒に買ってきました。まあこれいつものね、ヒーローズだったら 62×87 なんだけど、このヤオノマンさんのキューポケバインダーにね、しまうためにちょっとサプライの補充用ということでね、サプライも買ってきました。はい、じゃあ4パック目かな。4パック目いきましょう。で、まあね、僕はね、YouTube にあげるとかじゃなくてね、そもそも持ち帰ってきて開けるのが好きです。オリパ開封なんかがね、そもそも持ち帰ってくるのが好きです。お、こっちだ。おーっと、待ってね。これ4パック目にして、狙いが来たかもしれない。さあ、行きましょう。お、新規な悟空ブラック、ちょっとイラスト悟空ブラックっぽくないね、可愛い感じです。さあ、これが狙いでした。ズズズズ、おー、マジかー。もちろんね、再録になって初ゲットになりました。これが激アツだよね。今回の再録一番の目玉でした。いやー、熱い。さあ、今のがね4パック目になります。ちょっと話戻すと、まあそういう風にね、持って帰ってきてから開けてるから、かなりね事故してるという感じですね。お、孫悟空、これナンバー2の孫悟空だね。そうなのでね、まあ過去動画でもね事故ったっていう動画ね結構出してると思うんですけど、ケカとヒーローズでね2回ほど事故ってるんですが、皆さんね必ず当日限りっていう表記があったら、もうね当日限りの引き換え券はその場でね開けるように。それこういった拡張セットも、まあ、ぜひね配列見ながら、まあその場でね開ければ、僕みたいにこんだけね買ってくる必要なかったかなと思います。僕はちょっとダブリがね、ちょっとダブリも欲しかったし、もうちょっと不安だったのでね、その場で念には念をっていうことでね、ちょっと開けづらいね。ちょっと切っちゃいますね。ちょっと開けづらかったね。チョキチョキチョキと、まあハサミ使った方がいいのかもしれませんと。はい、でこれが6パック目になりますね。はい、じゃあ6パック目見ましょう。ズン、お、ブロリー、これもね狙いでした。ブロリーパックのね表紙にもなってました。かっこいい。ブロリーにアバターかな。はいはい、アバター来ましたと。これで今のところ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12なってるから、あと2枚だね。あと2枚でまあ、コンプリートになるというところで、7パック目かな？ 7 パック目ですね。いや、今段はね、ほんとラインナップ見た瞬間に、もう買うと決めてましたね。これ、拡張セットってね、まあ、買うときと買わないときあるんですけど、今回はね、もうラインナップ見た瞬間に、おー、来てくれた！暗黒魔人ブーゼのナンバー6に、はい、と、再録、孫悟空ゼロということで、これでね、コンプリートになりました。無事コンプリートになりました。ストレートで来たね。ストレートでコンプリートになりました。1パック目からね、もう一回見たい方はちょっと負け戻してね、もう一回見てくださいと。ベジゼノ、スーパーイシノン、ゼノ、バーダック、悟空ブラック、孫悟空、ブロリーと最後にマージンブーゼノ来てくれて、アバターはね、こっちから1、2、3、4とで、再録も1、2、3枚ということで、まあ、これがね、コンプリートになりました。なのでね、こんだけね、まあ、余計にね、買っちゃったと。皆さんね、そのまんま、買ってって、まあ、順番通りね、来ると思います。なので、まあ、必要なかったかなと思います。僕ちょっとね、ダブリも欲しかったし、ちょっと
続けてね開けていこうかなとは思います。なので8パック目ちょっと見ていきましょう。皆さんはねぜひここでもう終わっちゃってもいいかなと思います。 で再録がね、まあ、決まった瞬間に、まあ、今後買おうと決めてましたね。はい、やっぱりベジゼノ、そうだね、ベジゼノとヒロアバターのセットだったということで、まあ、今回ねこの後同じセットがね続くと思います。ちょっとだけね念のためにもう1枚開けてみましょうか。あ、オーザルベビー来たもんね。はい、という感じでした。イーシンロンゼノに、オーザルベビーという順番でした。これ次バーダックと、そうだね、ヒーローアバター来て、4パック目だね。おそらく4パック目だったかなと思います。さあ、見てみましょう。はい、そうだね、悟空ブラックに、ズンと神次元の領域の孫悟空来たね。はい、と、今回ね、2枚目。ぜひね、僕2枚出したかった。2枚出したかったので、今回ね、2枚目を無事出すことができましたと。ちょっとバインダーに最後入れましょうか。はい、じゃあ今ね、開封したばっかりで、もう早速ね、僕のバインダーに入れてみましたと。はい、こんな感じですね。バインダーに入れてみました。1、2、3と。はい、ブロリーから悟空ブラック、暗黒魔人ブーゼノと4、5、6と来て、カードバーゴ7番、スーパーインシュロンゼノがカードナンバー7番、そして、再録、悟空、オーザルベビー、オーザルベビーと来て、はい、再録、ソンゴアンゼノと、アバターカードが最後、1、2、3、4枚、という感じでした。はい。はい、こんな感じでした。いやー、ほんとね、激アツの、この孫悟空。これちょっと概要欄にも書いておきますが、バトル開始時絶対に気絶しなくなり、自分の気力消費による戦闘力上昇率が永続で 1.5 倍になる。また、マイラウンド開始時、自分のパワーとガードを永続でプラス5000。さらに、自分チームの HP が半分以下になると効果がアップするというね、バーサーカー、乱舞、撃滅持っています。かなりね、高額カード、激アツなカードなんだけど、まあ、今回ね、再録されたっていうことでね、無事ね、2枚目ゲットしました。皆さん、ぜひね、皆さんもよかったら、まあ、ガチャしてね、まあ、配列通りにね、行けば、すんなり全7セットが、すんなりその順番通り来ると思いますので、まあ、コンプリートもね、目指してバインダーにしまうのもいいかもしれませんということでね、今回こんな感じでした。はい、じゃあまたね、オリパ回復動画だったり、コレクション紹介動画でお会いしましょう。はい、じゃあねー、バイバーイ。